ノビグラードは、ボスニア・ヘルツェゴビナの基礎自治体。ボスニア・ヘルツェゴビナを構成する二つの構成体の、内ボスニア・ヘルツェゴビナ連邦に属し、サラエボ県に含まれる。ノビグラードは、スタビグラード、ノボ・サラエボ、ゼンタルと共に四つの自治体で合同で、サラエボを構成している。1970年代、サラエボは、経済的。 文化的に大きな発展を遂げ、人口や産業規模も拡大し、地域も広がった。ノビグラードはこの期間の急激な拡大の産物であり、その間にかつては原野であった。この地域には、共産主義による都市開発の中心として、姿を変え、多くの住居用ビルディングが立ち並ぶようになった。この時にノビグラードは公式に自治体として発足した。発足時には、 ノビグラードには6万人の人口と18の外区があった。1991年の国勢調査によると、ノビグラード自治体には13万6746人の人口があった。ボスニア・ヘルツェゴビナ紛争によって多くの人々が街を脱出するか死亡するなどして人口は減少した。ノビグラードの領域の一部はセルビア人勢力によるサラエボ包囲の最中に、 セルビア人勢力の占領下に置かれた。街には丘の上から迫撃砲による攻撃を受けた。ノビグラードにある33,517の住居用建物のうち92%は紛争による損害を受けている。ノビグラードはその後急速に再興を遂げた。多くの銃弾の痕跡や砲撃の跡は残っているものの主な建物は 問題なく使用できる状態にある。現代のサラエボの多くの場所と同様に、ノビグラードでもまた新しい開発が始まっている。その中には、オスマルシティセンターなども含まれる。合計から11万1811人合計から13万6616人2002年の推計によると、ノビグラードの人口は合計で12万2636人で、あり、 うち88%は、ボシュニャク人、8%は、セルビア人、4%は、クロアチア人となっている。2005年の推計によると、人口の86%は、ボシュニャク人である。ありがとうございます。